メディアを再生する、ノートルダムのセムシ男前編。字幕なし、ノートルダムのセムシ男とは、1923年公開のアメリカ合衆国の恋愛映画。近年は、ノートルダムのセムシ男と表記されている。ビクトル・ユーゴーの小説、ノートルダム・ド・パリの映画化で、監督は、ウォーレス・オー・スリー。制作は、カール・レムリとアー・アービング・タルバーグ。出演は、ロン・チェーニーで、 カジモドのメイキャップとアクションは、ホラー映画の趣きがある。性格俳優として知られていたチェーニーはこの映画で、ハリウッドのトップスターの仲間入りをし、その後も、オペラの怪人など多くのホラー映画に主演した。他の出演者は、パッチルース・ミラー、ノーマイ・ケリー、ナイジェル・ド・ブルリエ、ブランドン・ハースト。この映画は、ユニバーサル映画の、スーパージェルで、15世紀のパリを再現した巨大な、 セットは見物である。この映画は1951年とかなり早い時期にアメリカでパブリックドメインとなった。公開から28年目の著作権登録を更新しなかったからである。カジモドに水を与えるエスメラルダ1482年、パリ。背中にコブを持つカジモドはノートルダム大聖堂で働く金付き男。ある日、大聖堂の前で、 祭りが開かれ、そこで踊っているエスメラルダという美しいジップシーの娘を見かける。カジモドの主人、クロード大僧城には、ジェハンという弟がいる。ジェハンはエスメラルダを欲し、カジモドに誘拐させようとする。しかし、たまたま通りかかった、金英警護の武士、フォッピューがエスメラルダを救い、カジモドは逮捕される。フォッピューとエスメラルダは恋に落ちる。しかし、 エスメラルダの洋父で悪党の巣屈、奇跡御殿のシュクロパンは二人の恋を許さない。カジモドは公衆の面前で、ムチ打ちの刑に処せられる。喉が渇いて苦しんでいるカジモドを哀れに思い、エスメラルダは水を与える。カジモドはエスメラルダの優しい心に感謝する。エスメラルダを得るためには、ホッピュが邪魔と考えた、ジェイハンは二人が相引きしている最中に、 背後からほっぴを刺す。駆けつけた人々はエスメラルダがやったと誤解。エスメラルダは無実を主張するが、拷問に耐えられず、やってもいない罪を認めてしまう。エスメラルダの公式刑が大聖堂の前で行われようとしている。しかし、以前に助けられた恩返しからカジモドはエスメラルダを救出、聖域である大聖堂の中にかくまう。エスメラルダを奪い返そうとクロパンに引き入られた。 群衆が大聖堂に押しかける。一人防戦するカジモド。群衆の頭上に溶けた鉛の雨を降らせる。鎮圧のため警護隊も到着する。この混乱に乗じてジェハンはエスメラルダを連れ去ろうとする。そうはさせ児とカジモドはジェハンと争う。ジェハンに刺されながらもカジモドは城壁からジェハンを投げ落とす。エスメラルダは怪我から復帰したフォーピュと再会する。 二人を祝福するように大聖堂の鐘が鳴り響く。瀕死のカジモドが最後の力を振り絞って鳴らしているのだった。セットを視察するウォースリー監督以前からロン・チェーニーはカジモド役を熱望していて、それは周知の事実だったとザ・フィルム・デイリーは伝えている。先にチェーニーが映画家権を取得し、ユニバーサルに持ち込んだことも知られている。ユニバーサルだけでなく、 ドイツやチェルスコーポレーションとも交渉した。実際に、1922年4月、チェルスコーポレーションは、ロン・チェーニー主演、アラン・クロスランド監督で制作すると発表している。しかしこの企画は立ちゲーになってしまった。過去に、チェーニー、トッドブラウニングと仕事をしていた、ユニバーサル社のアービング・タルバーグは、芸術性の高い映画を制作したいと望んでいた。それでこの作品を、 ラブストーリーとして社長のカール・レムリに提案。レムリは、チェーニーのこのところの工業成績が好調だったことから企画を承認した。1922年8月、ユニバーサル社はユニバーサル・ウィークリー氏を通じて、ノートルダムのセムシ男の制作を発表。さらにシナリオの進捗状況、セットの建設についても続報として報じている。9月にはチェーニーが、 選抜にに続いて障害者をを演じることを明らかにした映画家権を持っているチェーニーはこれまで以上に発言権を持った。クレジットはされていないが事実上プロデューサーだった。タルバーグの役割は予算を削られないようレムニと対応することだった。11月下旬にはウォーレス・ウォー3を監督に起用することでパラマウント映画と交渉中と発表された。ウォー3は 前述、天罰など4作品で、ジェイニーとコンビと組んでいた。15世紀のノートルダム大聖堂と周辺の街並みは、正確に再現する意向と報じられた。大聖堂の王のギャラリーは完成まで6ヶ月かかる見込みだった。1922年末には、脚本が完成。翌1923年1月初旬、奇跡五点のシーンから撮影がスタートした。 パリの闇社会の再現には数百人のエキストラを追加しなければならなかった。大聖堂とその周辺のセットはまだ建設中だった。2月初旬にはゴンドローリエ夫人のシーンを撮影。エキストラのために大量の衣装が必要でユニバーサル社の衣装部は揃えるのに6週間もかかった。1923年3月、ザ・フィルムデイリーはウォースリーが メガホンの代わりに無線とスピーカーでエキストラに指示していることを報じている。さらに、ザ・フィルム・デイリーは6月8日、クランクアップとアスター劇場で9月2日に公開することを告げている。1923年初めの段階で制作費は75万ドルから100万ドルの間だったとされている。ありがとうございます。